7月19日のエムステで観客を魅了。ナンバーアンダーラインアイのエネルギッシュなパフォーマンスとは、ナンバーアンダーラインアイがエムステで見せた新ビジュアル。ショーのサングラス投げが話題に、エムステでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、ただの音楽ライブではない。7月19日の放送では、彼らが一新されたビジュアルとエネルギーを持って観客を驚かせた。特に目を引いたのは、 メンンンバーーーのシショーがサングラスを投げるシーンだった。この瞬間、会場の雰囲気は一気にヒートアップし、観客の歓声が響き渡った。サングラスが放たれた瞬間、そのかっこよさに多くのファンが心を奪われたのだ。このサングラスを投げるパフォーマンスは、ただのアクセサリーではなく、彼らの自信とスタイルの象徴であり、その一瞬一瞬がファンの心に深く刻まれている。パフォーマンスの中で、 ナンバーアンダーライン愛は他のグループとは一線を画す独特のエネルギーとスタイルを見せた。特に印象的だったのは、ダンサーたちの存在だ。ダンスの振り付けや演出は、彼らの音楽と完璧に調和しており、その迫力は観客を圧倒するものだった。ダンサーたちが加わることで、ステージ全体がさらにダイナミックになり、そのビジュアルと動きの鮮やかさが観客を魅了した。衣装にも注目したい。 今回はカジュアルでストリート感のあるスタイルで、これまでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスとは一線を画していた。この新しい衣装は、グループの進化と変化を象徴しており、彼らが常に新しい挑戦を求めていることを示している。ショーのサングラスを投げる姿は、この新しいビジュアルの一部として、彼の個性とグループのスタイルが融合した瞬間だった。パフォーマンスの終わりには、 小がサングラスを投げた後の笑顔が印象的だった。この笑顔は彼の自信と満足感を表しており、パフォーマンスに対する彼の情熱を感じさせるものだった。観客の反応も非常に良好で、特にサングラスを投げる瞬間には、歓声が響き渡り、彼のかっこよさを称える声が多く聞かれた。このような瞬間は、ファンとの絆を深める重要な要素であり、 彼らのパフォーマンスがいかに心に残るものかを物語っている。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスには、音楽だけでなく、ビジュアルや演出にも多くの工夫が凝らされていた。背景や照明の使い方は非常に洗練されており、パフォーマンス全体を引き立てる要素となっていた。これにより、観客はただの音楽ライブではなく、視覚的なショーとして楽しむことができた。このような細部にわたる配慮が、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを特別なものにしている。そして、ダンサーたちの存在も見逃せない。彼らはただのバックダンサーではなく、パフォーマンスの中で重要な役割を果たしている。彼らの動きや表現力は、ナンバーアンダーラインアイの音楽と完璧に融合しており、ステージ全体に迫力を与えている。観客がそのエネルギーに引き込まれるのは、 ダンサーたちののプロフェッショナリズムとスキルによるものだパフォーマンスが終わった後ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはファンとの交流を大切にしている特にショーがファンに向けて笑顔を見せる姿は彼の人柄を感じさせるものでありファンにとっては嬉しい瞬間だ彼の笑顔はパフォーマンスの成果を共有する一つの方法でありファンとの絆を深めるための重要な要素だ 今回の M ステでのパフォーマンスは、ナンバーアンダーラインアイがいかに成長し続けているかを示すものだった。彼らの音楽とビジュアルの進化は、ファンにとって新鮮であり、これからの活動にも大いに期待を抱かせる。パフォーマンスの中で見せた自信やスタイルは、ナンバーアンダーラインアイがこれからも進化し続けることを示しており、ファンとして波祖の成長を見守り続けることが楽しみだ。最後に、 今回のパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーラインアイのファンとして私たちが学んだことがいくつかある。それは、音楽とビジュアルの融合がどれほど重要であり、パフォーマンスの中で見せる個々のスタイルがどれほど影響力を持つかということだ。彼らの進化は、音楽だけでなく、ビジュアルや演出にも反映されており、その全体的なクオリティの高さが観客を魅了する要素となっている。ファンとして、 彼らの成長を見守り続け、次回のパフォーマンスにも期待を寄せることができるのは、非常に幸せなことだ。ナンバー・アンダーライン・アイのパフォーマンスには、これからも新しい挑戦と進化が続くことだろう。彼らがどのように音楽とビジュアルを融合させていくのか、その過程を見守ることが楽しみである。次回のステージがどのようなものであれ、ナンバー・アンダーライン・アイの魅力は変わらず、 これからも多くのファンを魅了し続けるだろう。彼らの成長を見守りながら次のパフォーマンスに期待を膨らませていきたいナンンバーアンダーアダラインアイのパフォーマンスが持つ魔法は単なるエンターテインメントの枠を超えている彼らのステージには観客を引き込む力強い魅力と音楽の力を最大限に引き出すための精緻な演出が施されている7月19日の「M ステ」でのパフォーマンスは その典型的な例であり、ナンバーアンダーライン愛がいかにして観客の心をつかみ、感動を与えるかを改めて示した。ショーがサングラスを投げる瞬間、その動作には単なるパフォーマンス以上のものが込められている。サングラスは彼自身のスタイルと自信の象徴であり、それを投げる行為は、彼の個性やファッションセンスをファンと共有するための重要な方法だ。こうした細かな演出が、 彼のパフォーマンスを一層際立たせ、観客に強い印象を残すのだ。このパフォーマンスでは、ナンバーアンダーラインアイが常に進化し続けていることが如実に現れていた。彼らの音楽はもちろん、ビジュアルや演出にも革新が加わり、これまでのパフォーマンスとは一線を画す新しいスタイルを確立している。カジュアルな衣装とストリート感のある振り付けは、彼らの新しい時代の幕開けを感じさせるものであり、 その変化はファンにとっても新鮮であり、期待感を高める要素となっている。ダンサーたちの存在も、このパフォーマンスの大きな要素だ。彼らのプロフェッショナルな動きと表現力は、ナンバー・アンダーライン・アイの音楽と見事に融合しており、その結果として生まれるパフォーマンスの迫力は、観客を圧倒するものであった。ダンサーたちが加わることで、ステージ全体のエネルギーが増し、 ナンバーアンダーラインアイの音楽の世界観がより一層引き立てられているファンとの交流も重要な要素でありショーの笑顔やメンバーたちのリアクションはファンに対する感謝の気持ちを伝える手段となっているパフォーマンスの後メンバーたちがファンとのコミュニケーションを大切にしその笑顔で観客を迎える姿は彼らの人柄やファンへの愛情を感じさせるものでありその温かさがファンの心を捉えているまた ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは音楽とビジュアルの融合だけでなくその背後にある努力と情熱も感じさせるものである彼らがどれだけ練習を重ねパフォーマンスを磨いているかを知ることでそのステージの魅力がより一層深く理解できるだろう音楽だけでなくその裏側にある努力もファンにとっては大きな魅力の一部でありそのプロフェッショナリズムが彼らのパフォーマンスに対する信頼感を高めている 次回のステージに向けて、ナンバーアンダーラインアイのファンはどのような新しい要素が加わるのか、どのような進化を遂げるのかを楽しみにしているだろう。彼らの音楽とビジュアルの進化は、常に新しい挑戦を求めていることを示しており、その成長を見守りながら、次のパフォーマンスに期待を寄せることができるのは、ファンにとっての幸せである。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、ただの音楽ライブではなく、 彼ら自身の成長と進化を見せる貴重な機会である。彼らの音楽、ビジュアル、演出のすべてが、観客に感動を与え、心に残る体験を提供するために設計されている。これからもナンバー・アンダーライン・アイがどのような新しい挑戦に挑み、どのような魅力を発揮していくのか、その進化を見守り続けることが楽しみである。ファンとしては、次回のステージに向けての期待が膨らむとともに、 彼らの成長を共に感じることができるのは非常に嬉しいことである。ナンバーアンダーラインアイがどのような新しいアイデアを持ち込み、どのように音楽とビジュアルを融合させていくのか、その過程を楽しみにしながら、これからの活動を見守り続けたい。彼らのパフォーマンスがどのように進化していくのか、その一部となっている自分を感じながら、次のステージに期待を寄せる日々が続くことだろう。